お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、このバレバレバレコカツ使っていこうかなと思います。先日ね、このデッキも出したんですけど、グラチャレ12勝いけるんじゃねって感じのところだったんで、今日ね、このグラチャレ12勝できるかどうか、ちょっとチャレンジしていきたいなと思います。まあ僕としては正直余裕でできると思うんですけど、やっぱ弱点もはっきりしてるんですよね。まあこのコカツ自体が、まあもともとこうクロスですね。クロスに対しても非常に苦しい。まあ、2.6 ホグもきついですね、言ったら。なんかそういう細かい系っていうんですかね。まあ、そういうのに、まあ、すごい相性がもともとね、まあ、分が悪いので、まあ、そこにさえ逆に当たんなければ、ほとんどのデッキに、まあ、勝てるんじゃねっていうのはね、ありますね。お、来たーマッチングあいやほいやホグライダーさんよろしく台北さんですね。さあ、我がバレバレバレルの、こう対応をちょっと見ていきたいですね。ウッドがないと幸せハッピー。いやー、しかもザップですね。ハッピーですよ、今んとこ。たまたま神相性を引けるとね、勝てますからね、グラチャリとかだと。ペッカタンだ、ペッカタン。ペッカタンは、あれですね、マジアチャが嫌ですね。この、ここにマジアチャを出されると、インフェとかされるので、まあ、そのマジアチャを吹き矢でしばきたいって感じですね、僕としては。まあ、出てこない。一回待ちますか。インフェで焼きてえな。あ、ホバリングだ。面白い。それはめっちゃ面白い。ホバとかいうカード大好きですね。僕そういうの。ちょっと変わってる感じのあるカード。危ない。ふうふうふう。さ、ない？ん？ペッカホバ言うの？ザップでしたよね。ゴーバレ一旦飛ばしますね。飛ばして、たる？いやー、なえるな。待って、今、さすがにこれはなえていいよね。だって、普通なえるくないこんなの。なえないかな。ザップコカ使ってて、ザップ来て、うわ、神相性だと思うじゃん。そしたら、タルババ来ちゃうんだよ。さすがにこれはなえてもいいよね。てか、ペッカラムだな。え、でもホバリング？なんか、ペッカラムのホバリング入りみたいな、ちょっと可愛いデッキですね。なので、まあ、ライトニングとかすごいありそうですね。ライトニング、タルザップ説はすごいありますね。よいしょ。で、まあ、今、樽が回ったのか分かんないですけど、まあ、パパッと飛ばして、樽からのエレキとかかな。樽からの、か、ザップか？ザップだったっけ？ああ、今、ザップ、あ、エレキを使いましたね。ホバリング厄介ですね、非常に僕としては。まあ、なんですけど、まあ、いや、出しちゃって。ホバ焼いてくんねえかな、ワンちゃん。いや、相手インフェすごい突破むずそうですね。お相手さん。さあ、いいですよ。インフェが。インフェが。あ、待って、最悪。ああ、吹き矢来るよね。信じた。信じて、俺は信じてたよ。謎に噛んじゃったな。君がね、迎えに来てくれることは俺は分かってたんだよ。で、エレキ、いや、吹き矢ナイスー。ナイスーですよ、ナイス。いや、マジで。からの、これ攻めたいですね。あ、でも、ホバがいるのちょっと嫌ですね。ホバがいるので、一回バレるぐらいにして、ナイトで蓋したいけど、一回待ってね。で、ホバからやっちゃおうかな。ホバからやっちゃって、さあ、ザップ。いや、めっちゃいいザップだな。やばい。待って、やばい。オッケー。まあ、なんなら最後このホバが入るぐらいはね、許せた。相手サイド変えてきましたね。分かってますね、ちゃんと。同サイドに合わせられるとやっぱだるいんじゃないですか、僕としても。まあ、ですけど、攻めちゃいます。そんなこと知らんって感じですね。で、でもこれ次に、ザップがあるんですよね。まあ、ザップぐらいで使ってもらって、さあ、ザップだけだと、Y のゴブリンはレベル10なので、痛いよというのが非常に分かります。そして、これはね、あ、めっちゃいいラムライダー。全部抑えられる。全部抑えられる。うわ、やべ。ちょっとやばいっすね。まだポイズンだったんで、やっぱインフェがね、すごい苦しそうですね、相手は。いや、それがね、でかい。いやー、ホバー厄介ですね、マジで。ホバーが厄介成人すぎるな、これ。逆サイドに、いや、逆サイドに出したら逆、普通に、ちょっと厄介ですね。ホバリングで、受けて、これワンチャン逆行った方がいいのかなと思うんですけど、ちょっとわかんないっすね。これちょっと行っちゃって、一緒に来るやつを全部、あれっすね。
デリバリーで美味しくいただきたいっていうのがありますね。さあ、もうデリバリーですね。あとインフェも置いちゃって、インフェを突破できないので、相手は。よし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 、いいぞ。いけるぞ。からの、もうバレるバレるバレる。来た。からのウッドタル使うんであれ。使った後に、これを守れるか？ザップ？いや、耐える。耐えるな、耐えるな、耐えるな。耐えるんじゃねえよ。オッケーオッケーオッケー。で、インフェ置いてあげて、よしよしよし。あ、やべやべ、ちょっとやべ、マジやべ、マジやべ。え、ほんとやべ。怖い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 よ。耐えて耐えて、オッケー。あとはデリバリーかける2で耐えれそうですね。もうね、張ってね番長置いてね。いや、これはね、素晴らしい。まあ相手がライトだったらワンチャンやばかったですけど、ポイズンだったんで僕のインフィはやっぱ突破できないっていう鉄壁のね、こうインフィですよね。それによってね、勝てましたね。いや、マッチング早い。よろしく。さあ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 、 3M って書いてますね。3マスケッターズ三獣士かな。名前的には三獣士なんですけど、わかんないですね。アイゴレ、あ、アイゴレトリトン、わかん、なんだアイゴレバルーンっつね。バルーンっぽい。でもなんか今三獣士にもトリトン入ってる方がなんかちょくちょくいるんですよ。なのでワンチャン、うん、ほらすごい、多分そうですね。三獣士のユーナガトリトンだっけな。あー、そうですね、ユーナガトリトンですね。いや、ちょっと嫌ですね。でもこのなんかウッドが欲しくなっちゃいますね。まあでも箱2個で防衛頑張るって感じっすよね。箱2個でで僕の攻めがどんぐらい通るかって感じっすよ、マジ。おいしょ。さあ、かける2の箱、そしてあいつのレベルは10と違和感がありますが、あー、吹き矢先行しちゃうか。タルババ使え、使ってくれないね。え、タルババ多分あるんですよね。なんでスケバレにバレルを使わすのか、何に一旦タルバ、あ、何にタルババを使わせるのかっていう部分ですよね。うん、一旦攻めたいんですよね。スケバレ飛ばして、まあ、ハンターが引き出せるとかかな。あ、ハンター引き出せたんですけど、あの引き出したところでみたいな別に引き出す必要もなかったんだけどなみたいなところありますよね。まあバレル飛ばしてタルバはね。でこれヒースピとかワンチャン来たら厄介ですが、さあさあさ。でここで決算重視されるとちょっとやだ。でこっち側に1体だけだったらご利用したい。よしよしよし、これゴリ押すと相手タルババ系回ってなくて結構きついと思うんですよ。うわー、そのゴーストうめえな、そのゴーストうめえな。で僕はまああっち側に来ても、あ、でもあれなんだな、あいつがいるのか、ヒースピがいるんだな。インフェで守りますか。いや、来んのかい。よいしょ。さあ耐えて、これ吹き矢でやっちゃいます。うわー、イゴラハエ、分かってたのかなワンちゃん。さすがに分かってたら噛みすぎるけどな。いやー、いい三十四展開ですね。これはマジで、これはマジでめちゃくちゃいい三十四展開ですね。僕は三十四よく使うので分かります。めちゃくちゃいい相手の三十四展開です。いやー、ここ怖いですね。まあ、箱2個落としたいですね。うん、もう箱2個です。これ見て、完璧完璧、これ、上来た。相手もびっくり。こんなん多分されたことないですからね。いや、めっちゃ噛んじゃう。からの、こっちにね。いやー、見らんねかった。今、左側にゴブリンバレル飛ばした癖でなんか。2個あるのが当たり前だと思ってたけど、今、防衛で使っちゃったんですよね。で、これワンチャン30し来るんですよね。まあ、来るけど、攻めちゃいたいですね。固めてくるか？いやー、そんな余裕もないと。さあ、いやー、めっちゃいい。めっちゃいいぞ。なんならなんならなんならイケイケどんどん。なんならイケイケどんどん。あれ、だってレベル10だからな。無視はいてんだ。しかもミラーバレルをすると回転がね、マジで速くなるの。攻めが。なんか攻めカードが3枚あるんで、攻めカード3枚ナイト吹き矢かナイトスケとかで攻めカードが回っちゃうんですよね。なんなら延命？なんなら延命？延命できねえのか、お前。お前延命してあげて。あー、優しさがね。やべえ、どっちも削ってる。逆にやべえか、これ。逆にちょっと怖いですね。そうそう、三十四展開されてもおかしくないんですけど、してこないな。してこないな。全然してこないな。してきた。さあ、祈ります。よしよしよし。耐えろ。最悪デリバリーかけ2ですね。
最悪ね。これ吹き矢からですね、右側左側にデリバリー落としたいんで、よし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 。いやこのね順番も、あ待って、俺のデリバリーの AM 悪っ。けどもうあとなんか適当に攻めてあげて、あとマジで適当ですね。もうこっから結構イケイケでいきます。あの攻めることが大事っすね。めっちゃ攻めた方がいいっすね。こんな相性がいいので、相性がいいのでめっちゃ攻めて攻めて攻めると相手としては非常に苦しい。いやー待って、いやーなんかむずいな。ワンチャン負けたりしねえかなこれ。やめて、やべ相手の防衛もうめえんだ。やべやべやべ、一回盛ります。ワンチャンカウンター怖い。ヒールスピが怖いですねこれ。もう一回落とします。でなんなら吹き矢が頑張ってくれてる。なんなら吹き矢が頑張ってくれてる。よし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 、耐えろ耐えろ耐えろ。俺はなんか変なことしなければ負けねえんだ。やべやべ、ほんとやべ。いや大丈夫だな。よしよしよし。え、やばくないっすかこのデッキ。あのもともとウッド型だとこの相手の三重子に相性ちょっと悪いんですよ。そう個人的に。あでもデリバリーだったらどうなんだろう。なんか前のプリンセスウッドの方、いやデリバリーウッドでもそうだな。いや三子側が結構勝てるんですよ。でまあ僕が三子得意っていうのもあるかもしれないんですけど、けど、まあ、やっぱデリバリー2のおかげなのかな、わかんないけど防衛力高くなってますよね。しかもミラーで1コスト多い分支払ってますけど、なんかそこまで損した感がないんですよね。ね、あーマッチングした。おやすーさんだ、よろしく。26の人だ。そう26でね、しかもすごいの、前シーズン世界3位だったかな多分。そうよく僕の動画にね当たるんですよね。前グロ大会の時にも当たって、さあいやーねー戦いたいですよこれは。26ですね。まあ僕のスケバレは大砲で落とされて、バレルはウッドでやられちゃうんですけど、まあ、僕はウッドが、ウッドじゃねえ、ゴブリンバレルが2個あるので、そこを振り付ければ全然戦えると思うんですよね。いや、むずいな、でも。戦い方がむずいですね、ちょっと正直。一回ウッド飛ばして、インフェだな。ふぅふぅ、さあ、いやー、でもね、このね、ゴブリンバレルにね、ウッドを使ってこないっていうのがね、いやらしいと思ったけど、さっきウッドなんか使ってましたね。コロコロコロって、まだ打たなくても余裕で守れるって感じなんでしょうね。さあこれいつか自分から仕掛けないといけないですね。普通にスケバル飛ばしてバレル飛ばしてやってるだけだと間違いなく僕のダメージ通んないですね。なので僕は積極的にどっかで攻めないといけないって感じですね。さあ一発か。いやこの一発ですら言ってんすよね、マジで。ウッド使わねえかな。あ、うわ、めっちゃいい ISP。そんなことある。吹き矢が走り止まってんのに、ISP 消える瞬間にちょっと歩いて、凍って殺されるっていう。そんな悲しいことある。いや、これ、あれですね。スケバレー。いや、これね、生きてんだけど、バレル単体だったら、雑魚いんで、なんかね、いい感じにしたいですね。で、これはちょっときついんじゃない？いや、大砲か。いや、俺の方がきち、なんなら。あ、でも結構ダメージ入ってるけど、俺の方がダメージ入ってんだよな。いやー、痛いよ。痛いよ。ウッド使ったから、ダメージ稼ぎたい。あー、ファイブ防衛。ってことは、こっちにすると、アイスピともう一個からのウッドとかかな。ウッドが？ウッドが回る。いや、なんか惜しいですね。惜しくもねえかな。いや、これはねー、さすがに。いや、26きついんですよね。マジ、スタンプ押してる余裕ないんですけど。これなちょっとね、勝ち方がわかんないですね。こっちにウッドを咲かしてからの、って多分ウッド咲いてくれないんですよね。うん、わかってますね、さすがに。で、こっちに、コロコロコロン。わかってるんですけど、まあ、わかっててもね、どうにもできないこともやっぱあるんですよね。いやん、負けた。でもこれでね、まだグラチャラ僕は11の1なので、これで11の2になって、まあ、僕はね、まだね、ラスト勝負があるので、まあ、ここはね、ちょっと一回、プレゼントとね、しましょう。いやー、勝てねえよなー、あれは。うめえしなー、ちゃんと。ちゃんとうめえしな。さあ、お願い！ここで、クロスと26を引かないでくれ。
あ、マッチングした。ちょっとマッチング長すぎて、この後出かけるんで、ちょっとね、軽く準備してましたね、荷物。そしたら気づいたらね、マッチングしてましたね、という感じで。よろしくー。さあ、ディガーですね。ディガーっていうことは、地獄の相性ではないですね。戦えるぞ。アイグルッドディガー。アイグルッドディガーも珍しいな。バルーンとかかな。あ、バルーンですね。あ、そうだ、コウモリが入ってない。コウモリのヒースピンになってる、海外で流行ってるバルーンですね。いやー、ちょっと嫌ですね。ちょっと嫌なデッキ来ましたね。ちょっとだけね。ちょっとだけ嫌なデッキ引いた。まあ、インフェで守れますね。相手はコウモリとかがないので、インフェがすごい大活躍すると思いますね。しかもこの吹き矢も、まあ、ウッドで綺麗にされるのか。で、ウッド雪なので、まあ、なかなかね、僕の攻めは通んないんですけど、いや、ここだな、結構入るんだよな。まあ、相手が攻めてきたので、ここは一回防衛します。いや、このディガーのダメージも痛えな。いや、バルーンで、てか、いらねかったかな、今のも。正直。考えろ。で、カウンターをされるので、相手が攻めたい逆サイドに攻めた方がいいですね、僕は。マスケが残ってカウンター来るので、基本的に逆サイド攻めるのと、かな。なので、こういう吹き矢も逆サイドに置いて、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。雪玉使った。で、いや、これ打っただけで押し切られたくねえな。吹きや。いや、いや、相手なんかコストが、いや、これあるぞ。あ、でも、ごぼうりもあるんですよね、相手。で、この瞬間のあれが怖いですね、僕は。よしよし。バルーンね。いや、オッケーオッケー。いや、レベル高くねえのか。あ、ミラースケバレしたのか。オッケーオッケーオッケー。やるぞ。マジであるぞ。ウッド使う。ウッド余裕で裂いてくるな、この人。よし。入れ。俺もう祈ることしかできねえからな。でもインフェがやべえ。バカ活躍する。いやでも後半怖いですね。バルーンの爆破ですらもう入れたくなくなってきますからね。あとディガーか。あとあの低めマスケですね。僕が一番警戒しないといけないっていうか厄介なのか。ああでもなんか一旦相手が防衛に入ってきましたね。それは正直ちょっと助かる気もします。ウッド使う。いやこれディガー当ててくんのかな、インフェに。ですね。そんな感じがした。かも。やべ、これ、オッケーオッケー、延命したら大丈夫でしょ。大丈夫だね。やべ、ちょっとやべ。え、待って、見とくことしかできん。うわ、危ねえ。ウッド使ったっけ？覚えてねえ。やべ。まあまあ、マスキーヒースピとかか？雪玉。やるよ、マジであるよ。大体ですね。一回相手は吹き矢をやりに来るんですね。たまに相手吹き矢をやりに来ますね、なんか。逆攻めてくんの？で、僕は、どうしようかな。この場面はでも、あいつそんな通す気はないですね。うわ、やべ。え？もっと早くね？それはやべ。うわ、やべ！いや、耐える。危ねえ。いや、相手のマスクやべ。いや、めっちゃいい雪玉。いや、待て。やばい。何か違うことをしないといけないですね、僕も。いや、ウッド使ったな。いや、あるんだよね。全然あるの。可能性は。全然勝てる可能性はあるんだけど、ずっと同じリズムになっちゃうんだよね。ウッド使ってくんねえかな。外すとかね。不意に。いや、当てるか。時間ねえ。攻める。ワンチャル。いや、ワンチャルねえのか？え、なんで？うわー！
ーマジかよ、ワンチャンありそうじゃったじゃん。なんでなんで勝てそうだったんだけどな。一回バルーン入ったっけ僕。11勝中開けるのもういいんだけどさ。ちょっと最後さ、いやバルーンは一回も入ってないっすよね。まあディガーとバルーンの爆破で削られたって感じでしたね。いやウッド相手は結構冴えてたんで、もっと攻めてよかった場面があるんですけど、なんか雪玉とバスケットで結構ダメージ抑えられちゃってましたね。いや悔しいな。ちょっと12勝できなかったんで、誰かこれで仮に12勝してください、お願いします。というわけで、これ結構面白い質強いと思うんでね、皆さんもぜひお試しください。ではチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。